トブイ・ハクホドは、東京都港区に本社を置く外資系広告代理店。称号は、バックスラッシュのない株式会社、トブイ・ハクホド。世界最大の広告会社グループである、オムニコムグループの一社であるトブイ・ジャパンが前身で、同じく、オムニコムグループの一社である E、グラフィックス・コミュニケーションズとハクホドの合弁会社として2006年8月に設立された。経営理念は、 ディスラプション。オフィスは元ジュリアナ東京だったところを改築して入居。1955年に設立された日産自動車のハウスエージェンシー、引っ放しが、ルノーによる日産自動車の買収の後に行われた関連企業売却の中で世界最大の広告グループであるアメリカのオムニコムに居抜きで買収され、1998年に飛ぶウィワールドワイドの一員として、 社名をトウィびっぱなしに変更し、その後2000年に社名をトウィジャパンに変更する。トウィジャパン時代にはディスラプションという理念を貫き、ドイツのスポーツ用品、メーカー、アディダスのアウトドア広告、バーティカルフットボールで2004年の間の国際、広告祭のメディアライオンなど各国の広告賞を総なめにするほか、日産エルグランドやフリスクなど、 外資系の広告会社らしく斬新なクリエイティブを売り物にした。2006年8月にはトブウィジャパンを E グラフィックスコミュニケーションズと社名変更。一部をトブウィ東京部門として分割し、日産自動車をグローバルでサポートする白報道 G1 と統合させ、新会社であるトブウィ白報道を設立した。新会社にはオムニコムグループ参加の E グラフィックスコミュニケーションズが40%、博報堂が60%出資している。全世界で日産の広告を担当しているトブウィと日本国内のみで日産を責任代理店制のもと担当している博報堂とで提携を行う。G1 ワールドワイドはトブウィ参加であり、博報堂 G1 は日本国内のみで日産を担当する組織。ありがとうございます。